はい、皆様こんにちは、オレンジ山本です。今回ご紹介するテントはこちら、ヘイムプラネットケイブとバックドアになります。まあこれで入れるんですよね、今回のやつ。いわゆる空気入れですね。っていうことはどういうことかというと、普通のテントだとフレームっていうものは、まあ、アルミでできてるんですけれども、もしくはスチール、鉄ですね。今回はフレームがエアーです。近未来的なテントです。なのでどなたでも簡単に立てていただけるっていうところをご紹介できればなと思いますので、最後までご覧ください。はい、今袋から開けた状態です。袋の中には本体のみです。であと空気入れですね。で、買った当初はフレームとインナーは別になってるんですけれども、今回はもうくっついた状態でさせてもらいます。じゃあ今から空気入れていきます。はい、今ペグ打ちまで、ペグダウンまで終わりました。まあ実際ここまでで正直言うと10分かかってないです。空気入れるだけだったら多分ね、5、6分で、空気完全に入れれます。で、本来であればまあここガイロープ引っ張るんですけど、まあ今回はちょっと、省略させてもらいます。まあ実際はあとガイロープをちゃんと張ってあげて、これがこう風で潰れないようにするっていうのが、本来になりますので、それだけご了承ください。はい、じゃあ次ですね、ケイブ立ててみます。はい、ケイブの方も立ててみました。まあ、こっちも5分6分ぐらいで、空気が入ってこの形になります。なので空気入れるだけで大丈夫なので、まあ、本当初心者の方でも簡単に立てていただけるので、最初のテントにっていうのにはちょうどいいかもしれないです。はい、2つ立ててみました。まあ、2つ立てても20分以内です。だから1つ10分かかってないっていうところです。で、大きさの違いだけで根本的な構造はエアーを入れるっていうのは一緒です。で、エアーフレームのいいところっていうのが、要はフレームが折れないっていうところですね。例えば強風の中立てても、フレーム、アルミのフレームとかスチールのフレームだとやっぱ折れる。じゃあ折れたらもうそこでおしまい、テント立てれませんになっちゃうんですけれども、エアーフレームの場合はもちろん形が歪んでも戻ってくるので、まあ、風に強いです。風での破損というのは少ないですよというところです。ただ一つ気をつけなきゃいけないのが、エアーなのでもちろん穴が開けばエアーが漏れてしまいます。なので今度立たないということになるので、穴を開けるということがないようにお取り扱いの方をお願いいたします。じゃあ撤収していきます。撤収も見ものなので最後までご覧ください。はい、これでヘイムプラネットバックドアとケーブ撤収完了です。かかった時間およそ15分。はい、皆様いかがだったでしょうか。今回ご紹介したテント、ヘイムプラネットバックドアとケーブでした。エアフレーム非常に簡単で立てれて、撤収も簡単です。立てるのに、2つで、
まあ、正直20分かかってないです。で撤収15分もかかってないですっていうぐらい簡単です。なのでもちろんメリットとして簡単、時短ができるっていうところがあれば、デメリットですね、穴が開いてしまうと立たないっていうところが実際ありますので、あのメリットももちろん重要ですけれども、デメリットっていうところですね、そこをちゃんと押さえて使わないと、あの現場であれ穴開いてて立たなかったとか、いろいろと問題が起こる可能性がありますので、ぜひそこをご理解いただいてご検討いただければ幸いです。で、あのオレンジではですね、店頭で購入していただいたお客様、あの芝生にて後日になりますけれども、あのレクチャーさせていただいてます。もちろんヘイムプラネット空気入れるだけかもしれないですけれども、そこもしっかりレクチャーさせてもらいます。またあのインターネットでご購入ご検討されているお客様、わからないことなかなか相談できないと思います。ぜひご連絡いただければと思います。本当にね、簡単な、今までとちょっとね趣向の違うテント、ぜひご紹介したいなと思って、やってきたんですけれども、まあ、本当にエアフレームっていうのはメリットが非常に大きいと思います。で今後もあのいろんなメーカーさんもしかすると出てくるかもしれないです。あの近未来的なテントを使ってぜひ楽しいキャンプライフをお過ごしください。